ートスクール、ビートスクール、デカボカ、デカラディオ、ラディオ。はい、ということで、ビート2、はい、ビート作るのデコボコレディオボリューム2ということでやってまいりましたでございますよ。もう自己紹介とかせんでよかろ。ケムシフ、はい、はい、の2人です、はい。ということで第2回目の放送なんですが、あの終わり間際にね、そうですね、前回のね、はい、終わり間際にトークテーマをちょっと決めようぜっつって、はい、カレーがいいんじゃねえかなーってね、はい、話をしてたわけですよ。すいません、すいません。なので、はい、まあ、ちょっとカレーについてね、うん、話していくわけなんだけれども、あ、いいんですね、続行でいいよ。なんかちょっと腑に落ちてないんじゃないですか、カレーというテーマに。いや、カレーというテーマにね、でかすぎた、ちょっと宇宙規模すぎました。どこを攻めるだっけ、カレー。カレーと言われて好きなカレーとかじゃない。好きなカレー、うん、ああなるほど、うん、何カレーが好きですか、好きかっていう話でしょ、うん、だから僕は最近あるじゃないですか、うん、そう本場みたいな、何風、インド風っていうか、あれ何風っていう、何風っていうんだろうね、なんかね、まあ、なんかほら真ん中にご飯がドンってあってこう付け合わせの漬物みたいなのがいっぱいあっ て、でパクチーとか乗っちゃってる感じのカレーも何種類もバーってこう周りにあって、はい、相掛けカレー、最後なんかちょっとずつ食べて最後は結局混ぜこぜにするみたいなカレーが苦手です、はい、なんでそれは。というのもやっぱ普通に味がやっぱお口に合わないと言いますかいやもう好きな人もねいっぱいいるんですけど、そういうカレーが、僕基本もう本当日本のカレーってのが好きで、日本のカレーというか、あれは欧風カレーでしょ、だからそうなんですかね、あの普通のカレーってことでしょ、カレーライスっていう感じのやつが、給食熟カレーとかそっち系ってことでしょ、そうそう、そっち系が好きなんですよ。いや、うん、だからなんか、うん、なかなかこうここみたいなカレー屋さんには出会えてないっていう、はあ、はあはあ、はい、あれまあググカレーとか、うん、あのダメ屋とか、まあ、福岡にあるカレー屋さんですけど、はいはいはい、あの辺とかはどうよ。いやだから行ったことないんすよね。そっか、行きたい。ダメ屋はね、はい、割と日本人に寄せてはいるよ、うん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 、味が。ダメ屋ってどこにあるんで、どこ自体とかに、役員の近くなんだけど、あーじゃあ全然いける、うん、ダメ屋は大丈夫なんじゃないですか。ちょっと今度行ってみたいと思います、うん、ケムシさんと一人で行ってよそういうのはさ、はいはい、うん、いや別にいいけど一緒に行くのはね。いやだからこの前、うん、なんかふとなんかこう入ってみたとこが、うん、まさにそういうカレー屋さんだったんですよ。はいはいはい、みたいな、にいや苦手なんですけど、もう、うん、なんかもう僕本場インドに行って修行してきましたよみたいなお兄さんがカウンターで目の前で一人でや、うん、ね、経営してるお店でして、はいはい、でなんかわなんかまずそうに絶対こう振る舞いたくないと思って、うん、おうめうめって言いながらめっちゃ食ってごまかしごまかしやってたんですけど、うん、でお店出た瞬間に、うん、あ無理と思って、うん、コンビニ走って、うん、チーズカレーヌードルを買って食べまして、あこれこれみたいな、カレーこれこれみたいな、あそこまである。ちょっと本当に苦手でした。しかもパクチーももちろん入ってたんですよ、はいはい、僕やっぱやるからには本当に美味しそうに食べて、うん、全部、はい、何も残さず全部食べましたんで、うん、もうダッシュでダッシュでダッシュでコンビニ行きましたそうか、いやまあでもね、そういうまあいわゆる食べるのに、はい、俺は胃が疲れるというか疲れるカレーって呼んでるんだけど、そういう、あーはい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 、割とよっしゃそのカレーそっち系のカレー食べに行こうってならんと、うん、食べに行かないカレーなのよね。でも別に嫌いなわけじゃないんでしょ。好きよ好きよ。好きなんです。家の下とかにあったら多分結構な頻度で行くと思う、はい、なんかそのぐらいやっぱ疲れるカレーではあるのよ、うんうんうん、ちょっとこう味がいろいろあるしね、その相掛けカレーとかもそうやし、はいはいはい、こうまあ香辛料をたくさん使ってるんでもちろん、
こう結構ね、ま、下手すればこうあ今日は食べんでもよかったかもって思う日もあるわけ。なるほど。まあいろいろありますけど、まあ俺はどっちのカレーも好き、欧風のカレーも好きやし、はいはいはい、そういう何あいがけのキーマカレーとか、うん、そういうのも全然いけるんで、まあ、どっちでもいいっちゃいいんですけど、うん、だからちょテーマがでかいな、俺でかいな、俺にとってはもうそういうことですね。でもなんか結構ほらココイチで言うと、はい、あの辛いやつあるじゃないですか、はいはい、あれめっちゃかけがちじゃないですか、ケムシさん。飛び辛スパイスでしょ。そうそうそう、うん、かける辛けりゃいいのかって話もあるじゃないですか。辛けりゃいいんですよ。いや違うじゃないですか。辛けりゃいいんですよ。カレーはああ味ですよ、カレーの味ですよみたいな。いやいや、まあそうやけど、もう台無しくないですか、かあんまり辛くしすぎたらって。いやいや、まあ、いいじゃないですか、適度な辛さ。いやまあね、はい、適度な辛さって言うけどさ、はい、いいやん辛くて。なんかそう、なんかね、その辛いの好きな人って本当になんかもうまひってるなって思うんですよ。え、ダメの？いや、ダメでしょ。ダメ、いや、ダメ、ダメ、ダメっていうか、もう、うん、もう限度を知らない、うん、ね、ちょっと。いや、だからね、でも俺も後悔するっていうのは、あんだけ辛いのを食べると、はいはい、うわ、辛かったーっつって胃が、うん、ヒリヒリする。でもそれが気持ちいいんでしょ、どうせ。気持ちよくはそんな自分に酔ってるんでしょ。気持ちよくはないし、酔ってもないし。本当ですか、うん、いや別に、うん、なんだろうね、昨日の晩ご飯もでもあの、はい、コンビニに売ってるリーの20倍カレーで、あのリーって言ったらレトルトです、ね、そう、レトルト黒いやつで赤文字でリー、辛さ20倍って口から火が出るやつじゃないですか。全然もっとなんかかけちゃろうかなと思うぐらい。足りてないんですね、それでも。ほら、だからどん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 慣れて、辛さに慣れて刺激を求めていって、そうか、本来のカレーの味を見失っているんではないでしょうか、ケムシさん。なんや、本来のカレーの味って何？それが分かんない。それ本来のカレーの味も一番理想なのは学校の給食のカレーです。あれが始まりなんですよ。あれはあれで美味しいよ。そう、僕たちがカレー好きになった理由なんですよ。そうか、はい、そうなんだ。っていうか大事なこと忘れてました。はい、乾杯してない。あ、じゃあその曲の後にしましょうか。あ、じゃあ曲の後にしましょう。はい、はい、じゃあ今日も、まあ、1曲、そうですね、ビートスクールのカレーの歌が、カレーの歌作ろうとはしたけどね。そう、うん、あったっすね、そんな作ろうとはしたんですけども、じゃあちょっと曲何流しましょうか ね、 そうですね。まああの学生の頃の給食の話出たんで、その頃ぐらいの、はい、僕らをテーマにした曲があるんで、うん、それをちょっとね、セカンドアルバムのデコボコからお送りしたいと思います、はい、それでは聴いてください。ビートを作るセカンドアルバムデコボコから、思春期と呼ばないで。Back to the 14、 いろいろ興味津々、見渡す限りやりたい盛り、スカート短めの女子眺めてバレないように目そらし寝たふり、あの子とあいつが付き合ってるとか、付き合ってるとか好きか、手に膨らむ妄想が暴走し、膨張した部分隠すのに必死だそうと、え、俺はやんちゃだけど奥手、彼女ならばいたはいたがラブラブじゃなくて、手なら繋げるが中はちょっと無理、そんな中学時代のピュアピュア武器、頼みの綱は友達の DVD、 地下のリビングルームで一人しんみり、なんて難易度高めのミッションインポッシブル、今じゃありえないでしょ、これはノンフィクション。ありし日の幼い僕らの暗黒な一日を、思春期と呼ばないで、思春期と呼ばないで、ありし日の幼い僕らの暗黒な一日を、思春期と呼ばないで、思春期と呼ばないで、ああ青い春、遠い夏、憂う秋と恋し冬、青い春、遠い夏、憂う秋と恋し冬。お
送りしたのはビートツクルーで思春期と呼ばないででした。はい、ということで後半パートでございますよ、はい。まあ、そんなこんなで僕たちセカンドアルバムを配信で、リリースしたわけですけど、されてるかどうか知りませんけどね、されてるという体でじゃあ話しましょう。はい、いや今回のアルバムって結構コンセプトアルバム的な感じじゃないですか。そうね、最初に言っていたコンセプトとはだいぶ後半ずれてきたけどね。そうですね、まあ、けどなんか大きく、まあ、一括りにしてね、してなんかこう生まれてから死ぬまでみたいなの間にどれだけそこに愛があるかみたいなテーマでこうねやらせてもらって、うん、何曲言うでしたっけ。11曲です。あの1曲はちょっと変なのが入ってますけど。あ、そかそか、はい、あれね。ニュースの時間ですけど、いろいろ面白い要素もありますけどですね、はい、いや10曲、まあ11曲ね、うん、まあいつぐらいからやりだしたっけ。9月ぐらい制作としては。あ、そんな最近だったっすかね。うん、そんな短期間でじゃじゃじゃっとこう、下手したら10月頭ぐらいだったかもしれない。でもそっから自分たちで、うん、ハードル上げて今年中にリリースしようっつって、はい、バタバタと。いやしんどかったわ。長かったし、いや今回しかもあれでしょ、ケムシさんがミックスマスタリングまでやったね。やって、うん、やったやった。いやしんどかったでしょう。いやあのね、だから仕事をね、はい、まあ僕ヘルプのヘルパーの仕事してたんですけれども、はい、その仕事をまあちょっとまあいろんな事情で辞めまして、はい、まあ割と家にいる時間が増えて、うん、その時間がなかったら年内はまず無理だったなっていう感じですね。うん、こうやってたら曲とか聞き飽きなかったですか。いや飽きたよ。飽きた飽きた。もういや飽きたんで、はい、ここ2週間ぐらいもそのミックスが終わってからね、はい、聞いてないもん。あ、なるほど。で今日久しぶりに聞いたら、あ、やっぱいいねっていう、頑張ってよかったなっていう感 じ、ね、感じになってます、はい、今。あ、よかったですね。そんなわけでまあ生きてからね、うん、生まれてから死ぬまでその間にどれだけのラブが人に関わってくるかというのを、はい、テーマにですね、アルバム作ったわけですけれども、はい、どの曲が一番好きですかあなた。ちょっとその前に乾杯していいですか。あ、いいよ。じゃあ、はい、ちょっとアルバムがね完成しましたというので改めて乾杯したいと思います。せーの、はい、乾杯、乾杯、乾杯ということで、ね、飲みながらやっております。うめですよね。なんか、はい、青色と銀色と黄色、黄色いやつ、はい、ということで安定のうまさだな。どれが好きですか。んで、ね、うん、僕はどれが好きかな。いや、いろいろあるな。いろいろある、うんうん、バースデーって曲、はいはい、は結構いいな。バースデー意外ですな。はい、いや、そうですね、好きっすね。あ、いや普通に、うん、なんだろう、ちょっと待って、曲目を見たい。マジで笑えないワンデーでしょ。そう、バースデーもねめっちゃ俺好きっす。曲目、あ、違う、でもあった、一番好きなやつあった、はい、一番好きなのは道の続きですね。あ、いや、これが俺は今のところ一番聴いてる、自分の中で。ほん、これちょっとミュージックビデオ撮影したいい、したいい、したいしたいしたいみー。あー、なるほどね。俺はねえ、俺も道の続きはすごく好きなんですよ、はい、道の続きかモブダンス、はい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 、あれも好きです、です。デコボコも割と好きですけど、うん、いやデコボコもいい、うん、デコボコもいい。なんかハッピーアワー、まあ、ファーストのフルアルバムとはまたちょっとね毛色が違うというか、違いますよね。あんまりこうなんていうのかな、ハッピーアワーのところは、うん、なんかこう、まあなんとかなるっしょ、うん、楽しく音楽やりましょうよみたいなのを割と強めに出したじゃない、はい、で曲調とかもちょっとアッパーなものが多かったりとか、はい、そうですね、だったんですけど、今回は割と激しい曲はないし、そう、なんかわい盛り上がろうみたいなのはなくて、
それでも愛ぐらいじゃない、うん、なんかパアッパーな明るい感じの曲っていうか、まあ、他が暗いってわけじゃないけどね。そうですね、ちょうどいいっすよね。ちょうどいい、うんうん、なんかまあ新たなビートツクルーが開花したんじゃないかって感じで、焦らず聴いてほしい。そう、じっくり聴いてほしい、うん、ゆっくり聴いていける感じの構成にはなってるかと思いますけど、うんうん、はい、思いますけど、思いますけれどもですけどもですけど、はい、はい、あ、そうよ、そう、だからそのセカンドアルバムができて、はい、ライブをやるわけです、僕ら。そう、 1月20日に、よいしょ、1月20日西荻窪フラット、はい、東京ですね、東京の方で、はい、ね、で今チケットをね、はい、ビートツクルーのホームページ上で予約を受け付けてるんですよ。うん、まあね、余ってるよチケットが。やばい、チケット前来てくれた人どこ行ったんっていうぐらい、いや、まあ、余ってるよ、うん、ね、まだもうちょっと時間ありますけど、どうした、ハッピーアワーの時に来てくれた人たち、どこ行ったんって話なんですけど、どうしたん、お腹壊したん、いや、まだ僕たち音楽やってるんで、よかったらね、せっかく東京行くんで見に来てほしいんですけど、僕は続けてますよ、まだ。そうですよ、終わってないですよ、やめてないですよ。その、ね、せっかく来るならですね、友達とか、ね、家族とかも誘って、ね、はい、なるべくこうネズミ子方式で、ネズミ子、言葉が良くない ね、 ね、広げていってですね、広げていって、流れを、はい、いや、だから今回ね、うん、あのチケットも、うん、まあ、お手製で作ったんですよ、ね、自分でデザインして、今目の前にありますけど、わざわざ金構図行って、あ、いいじゃないですか。で、あの何もちゃんとチケットのね、半券もぎれるように、うん、してますね、自分であのメモリーカッターみたいなやつがあるのよ、はい、それ買ってさ、はい、やって、はい、あるわけです、ここに。あります、はい、でその俺らの写ってる方はね、うん、持って帰ってもらってさ、うん、記念にね、なるか、記念になるかどうかは分かんないけど、うん、まあ持っといてほしいなと思って、わざわざチケットも作ったの、はい、余ってるよ。ね、うん、まだね、ほんと、うん、まだね、多分これを配信してる頃は、うん、年が明けてないから、そっか、まだね、みんな実感がないのかな、ビートツクルが東京に来るっていう。まだやってるよ音楽。僕たち、いや、だからぜひね、うん、これを聞いた皆さんは、はい、ホームページに行って、チケットを予約していただきたいでございます。あのホームページのアドレスとかはですね、僕のツイッターの方に、うん、ツイッターのトップであの固定でツイートを貼り付けてるんで、はい、そちらの方から飛んでいただくか、はい、インスタグラムの、プロフィール欄に URL 載っけてるんで、うん、そこから飛んでいただいて、まあ、予約していただくと、そうですね、いった感じになっております。はい、余ってます、はい、余ってます、閉まってます、泣きそう。まあだからセカンドアルバムを中心としたライブ構成にはなると思うんですけれども、うん、はい、だからまあこのライブまでに、そのセカンドアルバムデコボコを聴き込んでもらってですね、はいはい、ぜひ遊びに来たら楽しいんじゃないかなと思います。まあぜひともね、ファーストの方も持ってない方は、はい、聞いていただけたらなとは思うんですけれどもね、一応ね、東京に行くときはファーストも持っていきましょう。売れるかな。売れるんですよ、これが実は。あとステッカーを販売しますんで、なんかツイッターでつぶやいてましたね、はい、もう注文しましたんで、ステッカーめっちゃ可愛いね、ケムジさんデザインの我々ビートツクル、 iPad で書きましたよ。おお、ただね、そんなに枚数がない。あ、そうなんですね。ね、何枚かな、何セットかな、20、うんうん、28セットぐらい。そんなもん？そんなもん。28セットぐらいなんで、まあまあ、じゃあもうこれはライブ会場に来てもらって、はい、ぜひ買ってもらわないと、ステッカーもゲットしてもらわないと、うん、これライブ会場行かないとですね、買えないんで、通販とかしないです、しないです、ね、なのでぜひそちらもお楽しみにって感じで、はい、ぜひともね、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、1月20日ですね、はい、令和2年、はい、2020年の1月20日月曜日土平日、うん、18時オープンの18時半開演と、はいはい、いうことになっております。まあ今回ね、デコボコナイトボリューム1なんですよ、はい、なのでイベント名がですね、ボリューム2もやる、うん、予定、
予定です。なんだボリューム2やるなら行かなくていいかとかじゃないですよ。そう、ね、そうじゃない。そうボリューム1から私は全部行ってますみたいな人おったら嬉しいよね。うん、あのボリューム1こけたらやんないからね、もう2回目。もう怖いっつって。本当だよ。僕やれないって言うから。はい、そんなわけで1月20日。はい、ぜひとも遊びに来てください。お待ちしております。そんなもんですか、まあ、カレーの話しましたけどもね、はい、なんか皆さんおすすめのカレーとか、うん、こううちではこうやってカレー作るよとか、そういうのいいですね。オリジナルのなんかあるじゃない、こう、うん、マヨネーズを足すとかさ、はいはいはい、納豆を入れるのがうちでは主流ですみたいなさ、はいはいはい、そういうのなんかあればね、はい、どこに送ってもらおうかな。だから、まあ、ツイッターのDM にしましょうか。ツイッターの DM で、ケムシさんのアカウントもしくは僕のアカウントもしくはビート作るのオフィシャルアカウントがあるんで、まあでもビート作るのオフィシャル操作してるのは僕なんで基本、はい、できれば僕個人のアカウントの方がいいです。なるほど、はい、ケムシのアカウントかニブちゃんのフーちゃんのアカウントに DM で送っていただければなと思います、はい、あと、はい、なんかこう質問とかね、悩み相談的なやつね、そうね、うん、悩み相談、まあ自分のことじゃないっていうのもあるからかもしれないですけど、うん、割と的確に答えます僕は。お、なんかいいね、大人の回答が待ってると思います。だから普通の社会人とは全く違う目線かもしれないし、ね、ダメな意見かもしれないけど、はい、まあ参考程度に何でも聞きます僕たち、はい、何かね悩み事があれば、はい、あまり重たいのは読まないかもしれないです。はい、が、まあそこそこのやつでも ね、エロいやつでも全然いいんで、なんでも本当いいんで、もうね殻を破っていこう。そう、スケベの殻を破っていこう。いやみんなあるでしょう。はい。はい、そんなわけでじゃあ今週も最後に一曲、はい、何か流して終わりましょうかねということで。で、さっきじゃあニブちゃんが言ってたバスデーを。バースデー行きますか、はい、聞いてもらいましょうか、はい、それでは聞いてください、はい、ビート作るセカンドアルバムデコボコからビート作るでバせーのバースデー。巻いた言葉の種是か非か決めるのは誰、ふざけたままならただのバカ、それもままならん世の中さめだめと無関心、毎度四季曜日の酔った話、過去の錆びた絹塚しまい込んだらあのしがらみにさよなら、何者でもないくせに何者かになりたいないものねだり、知らず知らずのうちに伸びた花へし折りゼロから笑われて唾吐かれてもなんとかなるポジティブの思考回路、ゴミのような一日もライムで見つける生きる希望、君の心に芽が出るまで歌おう。マジで笑えないワンデー、情けないイエスタデーも紐付け紡いでありのままお菓子にして、密かに不安で心がファンデリーでも終わりまで続く物語、 So happy birthday。SNS 眺めてまた現実と決別してる人のことを、どうこう言う前に行動、分かっちゃいるけど布団が Hold on、俺はやればできること持ってはいるけど何ができるの、結果が出てないこのざま、踏み出すならここから、いややっぱ明日から、ライカダイエットをサボった分結果はダイレクト、溜まった脂肪より立ち割り、サボり癖から立ち去り、向かう明日に後悔なんてしたくない、それ誰だって同じだし、昨日までの自分にバイバイし、生まれ変わって世界に倍返し、素っ裸のままでも奏でるブランニューバース。マジで笑えないワンデー、情けないイエスタデーも紐付け紡いでありの
のままお菓子にして、密かに不安で心がファンデリーでも終わりまで続く物語、 So Happy Birthday。 止められない口から言葉、ノートに書けば聞こえる音が、正気のまま狂気の沙汰で夢に生きる、ある意味病気、たとえ一人でも一心の座に響いてくれたらもはや勝利、どんな毎日も歌になって、今 Happy Birthday to you and me。続く